ゃないにしなあかんな、こういうこと。そうや、最初行くやろ。その音楽によってな。はい、皆さんこんにちは、ジジイのアウトドアチャンネル。はい、そんなんでね、ジジイの庭、琵琶湖に来てます。はいはい、ね、ちょっと肉があったんと、表でね、なんやかんやね、作るあれが思い浮かばなかったんで、あ、肉でも焼こうかね、ちょっと暑いしね、秋やいうのにね、ちょっと暑かったんで、キンキンに冷えたビルと、はい、サラダと、はい、そんなんで琵琶湖でステーキランチをしています。せっかく一枚ものの、ステーキ肉を買ってきたんですけども、やっぱね、火力の調整も難しいし、で個人個人、はい、ミディアムレアがええでとかね、私はウェルダムがいいなとね、個人差もあることやし、それと時間食べて食べたいし、ちょっと焼いては食べてビールを飲んで、ちょっと焼いては食べていうね、はい、そういう形で2人別個で小さく切って食べようかなってね、はい、ちょっと貧乏くさい話なんですけども、サイコロステーキみたいにしてね、はい、今日は食べてますわ。まあ今回もそうなんですけども、一人一人面々に鉄板で、はいはい、焼くようにしてるんですけども、以前からね、まあまあキャンプ行っても自分のもんは自分でした方が面白いなあいうので、いつもねこういう形ですることが多いんですけども、やっぱね、肉とか焼くときは鉄板いうよりもこのスキレットいうんかな、はいはい、芋のね、ロチとかあるやつ、そういうやつで焼く方がうまいこと焼けるいうか、熱の伝わりがいいんかな、ほんで保温もええし、ちょっとね、私の方、右の方はね、ちょっと鉄板が薄かったんで、すぐ焦げてしまういうか、すぐね、はい、表面がね、色づいてしまういうね、そういう形なんですけども、で、それの反対、嫁の方は、そうでもない。はいはい、そんなでね、同時に使ったら、はい、感覚的にね、あ、こっちの方がやっぱりええなとか、1回ずつ使ってたらね、なかなか、ああ、今日は日がきついな、いうぐらいで、なかなかわからないんですけども。はい、そんなんでね、冒頭から肉焼いて遊んでるんですけども、実はね、今回は、そういう話じゃなくして、車中泊に、これだけは持っていきたいな、いう調理器具。それをちょっとまとめてみたんでね。はい、まずはね、ポータブル電源でいつも使ってるんで、IH ヒーター。それとか横の炊飯器。それがね、私の場合はメインになって、で、湯沸かしたら、こういう形でポットに入れとく。で、箸と、で、キッチンバサミ。で、これお客さん来たら、使い捨てで、金の木のスプーンとかね、スイーツとか食べるときね、それにこれフライパンの取っ手が熱くなってもいいようにこれね、つかむやつね、それと布巾、それとね、これ除菌シート、それ入れて、でこれね、無印の30リッターぐらいの袋はね、15万ぐらい、固まって、これ結構安いの、100円か200円だかな。ゴミ袋に入れる前に薄手の今のやつをね、入れといた方が二重になるんでね。はい、それを買ってます。で、これ、蓋立て。これは便利ですよ。これどっかで見つけて買ってください。はい、鍋にしてもフライパンにしてもね、蓋したら
置くとこがないんでね、はい、ここに建てられるようになってますわ。それとゴミ袋いうのかな、小さい調理してる最中に何か皮むいたりしたらさっさと掘れる程度の、はいはい、まな板の横に置いとくんですわ。でここでこういうふうに切って、はいはい、すぐかすはそこの上に袋に入れる。でいっぱいになったら大きい下に置いてる、ゴミ袋の中に捨てるみたいな形で、いちいちね下までゴミ袋をね持って捨てるよりか、はい。それとこれがねミニのフライパンを、まとめて蓋とね、でお皿が4枚ぐらいあるのかな、はい、こういう感じですわ。これはねほぼ同じようなサイズなんで、はい、まとめるようにしといた方がガチャ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 ね音もするんで、はい、こういう形にしてますわ。それと、鍋敷きいうんかな、はいはい、鍋フライパンにしてもね何でもちょっとね置いとけへんかったら直接ね直接天板の上に置いたらね焦げることはないにしてもね油ついたりねすることがあるんで、それだ水切りシリコンの水切り、はい、これもねひょっとしたらフライパンの隙間に重ねて入れることがひょっとしたらできるんちゃうかな、はい、試しないからねわからないんですけども、それとサランラップとアルミホイルで奥の方にシリコンのコテ、それとこれがねあれですわ、お湯沸かす時に使ってたあそこのそのフライパン、IH でねこれで IH 使えるんで、ここでお湯沸かして、はいはい、いつも使ってます。こまごましたんはこれぐらいかな、それとね今回新しく、これ電気ポットいうのかな、お湯沸かしたりラーメン作ったりコーヒー飲んだりするときね、これで何倍やった80800cc か 800cc かな、はい、それぐらいなんですけども、これね一応知らないようにいいな思ったのは、こういう感じでバーンって当たってこけても蓋がきっちり閉まってるんでほぼ水がこぼれない、まあここの蛇口から幾分出るんやけども、それが上向いてるんでね、はいはい、心配いらんよね、そういうことが書いてあったんで、やっぱ車内が狭いとねどうしてもねそういう対策してる商品の方が、それと狭いとこでも入るようにこういう形でね注ぎ口が大きいやつよりかちっちゃなやつ、これでもね細い感じで水が出るんで、はい、これが4000円切ってるんです。3990円やって80円やったかな。メーカーの方もアイリス大山、はいはい、一流ブランドね、はい、心配いらん商品と思いますわ。それとね沸騰もたった60秒、めちゃくちゃ早いんでね、今まで IH で湯沸かしてコーヒー作って、でその後料理してなんかパン焼いたりいろいろなんかしてたらもうコーヒー冷めてるやんいうのがあったんでね、同時進行いうかね、料理作ってる間に嫁が後ろでお湯沸かしてでコーヒーを作ってくれたら、はいはい食べようか言ったらちょうどコーヒー入ったでいうね、そういう形になるように、それで今回ね、はいはい、これもね新調したいう、はい、そういう経緯もあるんですわ。はい、それ以外にね、さっきもコーヒーの話でんけども、コーヒーポットと、コーヒー豆ひくミルね、はい、それぐらい積んでるんかな。それとこれ以外に、あ、せやせや、まあまあ料理するんで、はい、ここにね、これはタオルとか、あ、じゃあは、
ティッシュとか洗剤、スポンジと、天然ヤシの実なんとかですね。はいはい。これと、ほんで、洗う油とかね、こぼりついたの取るように、ね、このシリコンのヘラね。こういうのを、ここにまとめて、洗い物ね、洗い物関係はここの端には入れてますわ。これぐらいかな。あ、それとね、もっぺん戻って、ね、こっち側に、小皿とかがないんでね、醤油入れ以外に、あ、こっち先か。あれあれ、シェラカップ。シェラカップじゃなくして、ロッキーカップ。あれ、全圧。あ、そうそう。全圧の、あれですわ、ロッキーカップ。これも4つ。ご飯入れたり、味噌汁入れたり、はい、シェラカップよりかね、使い勝手がいいんちゃうかな。はい。なんせね、車内なんで、食事するテーブルも小さいんで、シェラカップよりもね、縦長のロッキーカップの方はね、はい、場所を取らないんでね、こっちを愛用してます。これを4つ入れてるんと、それ以外に、100均で買って、醤油差しとか漬物入れ、これ2枚ありますわ。これとで調味料、塩とかね。はい、塩はね、うちは食卓塩とか、はいはい、そんなんじゃなくして、岩塩みたいなアルプスの塩とかね、あまりしょっぱくない、ちょっと甘みのある、体に優しい、そういう塩を使ってますわ。はい、ここに入ってます。それとか七味とかね、それとかオリーブオイルの、小分けしたやつ、はいはい、それも入ってるんでね、いつも新鮮なオリーブオイルでパンに塗ったりして食べてます。それとさっきも言ってたこの二立てなんですけども、ちょっとね見にくかったんで、ねサイズ取り直してアップで、はい、取ってきましたわ。取ってきましたよ、車の中だけどね。はい、これが蓋立てと、これが蓋ね。それともう一つ、話の中で一緒に水切りも入るんちゃうかなってね、それも試したら入ったんでね、今みんなお皿4枚とフライパンと蓋と水切りと一つにね、まとめることができました。はい、まずね、あれかな、これ蓋ですわ。この蓋ね、下につかないんでね、ちょうど開いてるんで、これかここ、それと蓋でもこういう感じじゃなくして真ん中に、持ち手のやつ、それはちょうどね、ここに収まるようになってるんでね、はい、これが、車の中で使うぐらいの大きさのフライパンですわ。18やったか20やったかね、これぐらいやったらあれですわ、十分置けるんで、まあ中華鍋とかね、そんなんは無理やけども、で油がこぼれたり、つゆがねこぼれないように、お皿もね置くこともね十分できるんで、同じ大きさのお皿ね、はい、2枚重ねてもこんな感じですわ。まあ洗った後で干すのもこういう感じでね、干すことも全然ね問題ないんで、はい、これどこで買うてんやろう、覚えてないねんけどもね、イオンかニトリかな、そのどちらかですわ。車中泊って言っててもやっぱね、天気が良かったら表で食事することもあるし、テーブル出して、その時にバッテリーがねちょっともう狭いとこにきっちり収めてるんで、動かすことがね面倒いんで、延長コードを使ってで、IH なり表で使えるようにしてるんで、延長コード、それを持っていくのもいいんちゃうかな。それとこれ、オレゴニアンキャンパーのシェフなんとかですね。はいはい、昼間なんかのちょっと菓子パンとかね、いろんなやつを入れとくときに、使う。まあ車内が狭いんで、どうしてもね横に置くよりも縦に入れられるような、こういったものをね使う方がいいんちゃうかな。
それと、炊飯器にしても IH にしても、電気ポットにしても、L 字カウンターの、奥の方に入ってるんで、そこら中に置いてるわけじゃないんでね、電気製品は全てねしまい込んでいるので、はい、普段はね車内はシンプルな感じにしてます。いかがでしたか、車中泊での調理器具、これだけは持っていけ。はいはい、参考になりました。それと前回の動画なんですけども、車中泊にまあまあ少しね関係あるんですが、折りたたみの UL のハンガー、はいはい、それの作り方をね前回の動画で紹介してるんでね、はい、もしまだ見てない方がおられるんやったらそちらの方も見てもらって、車中泊にもね役立つと思うんでね。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております、ジジイアンダーバー70、ジジイは74歳。おおきに、おやすみ。